久保田電子教室の久保田です、質問コメントを見つけたのでそれを読んでお答えしようかと思います、フォアボレーの左腕をどうして考えないのかというタイトルの動画、この動画ですね。左肩をね、左腕出してあまり体開かずにね、開いて引いてるやつ。ボレーの復習でこの動画を見返していて、この左肩の突き出し動作と同じような動きを別動画のフォア肩甲骨で地面を蹴るの実践で3割3割後の伏せた面からの振り出しのきっかけ作りに自分なりにやりたいと考えて左肩を突き出すようにしていました、このようにこのボレーの左肩の使い方はフォアハンドの振り出しに使うことも正しいのでしょうか。この方スーパーサンクスいただいてますね。ちょっとちゃんと答えよう。スライスは使ってもいいと思いますよ。でもスピンはあんまり使わない方がいいですね。この左肩の突き出しはね。それをなぜか、もうちょっとスーパーサンクスいただくとね、ちゃんとやりますから、ね。ボレーの時に、まあ、打球しながらね、外旋しながら左肩をこう出していく動きなんですけども、これって、肩を出す、こう、左手引いて肩を出す、突き出す方っていうのは、体のこう、開きを抑えるんですよね。体をこう、回しながらこうってならないんですよ。体の向きは止めといて打つ。で、それと、止める動きと、この外旋の動きね。これを一緒にしてこう行くんですけども、ボレーの時はね。で、ストロークのスピン側で、まあ、スライス側はね、ボレーと同じなんで同じように外旋しながら肩を出してって体の向きを抑えて打球っていうのがあるんですけども、スピン側って、その外旋って短いんですよね、ものすごくね。肩甲骨で地面を蹴るというのは外旋の状態で、下向きの面をね、回内しておいて出してきましたと。で、球を落として、ここからちょっと外旋クッとこう入れるんですけども、それってもう、外旋した状態からちょっとなんですよね。外旋はね、もうほんのちょっと、もう肉眼ではわからない程度外旋がクッと入るんですよね。でその後って全部内旋なんですよ。だからそのタイミングでこっちをこう出してしまうと、最初の一瞬の外旋っていうのは、外旋からのちょっとした外旋ね、あの胸打ちの時の、外旋はできるんだけど、その後ってものすごい早いタイミングで内旋が来るから、こんなでっかい動きを入れると内旋が間に合わないというかね、合わないんですよ、タイミングがね。なのでおすすめじゃないです。そのまま肩を置いといてやってほしいですね。そしたらあの肩をこうね、開いて伸ばしてこう肩を止めといた方が、外旋した後の内旋の時に肩がスッとこう引けるんで、で、その、引くから、左腕と胸が、さっきのね、この、これ、この角度が出るわけなんですよ。この左腕の角度がね。残してて、ぐいっと出さないから、ぐっと体が回りやすくて、体が回ることによって、左の上腕と胸が近づいてくる動きなんですよ。ということで、あまりおすすめじゃないというか、やらない方がいいと思います、ストロークの時はね。ただスライスの時はやっていいと思います。外旋長いんでね、こう内旋から外旋が長くこういくんで、それはフォアハンドのストライスはいいんですけども、スピンでは、久保田テニスの場合は向かないです。なんで久保田テニスの場合かというと、久保田テニスの場合は上腕の回旋は使うけど、前腕は回内してできるだけ止めてるんですよね。で、他の動き、他の人たちの動きっていうのは、まあ、プロにしてもそうなんですけども、前腕を回外して回内する動きっていうのは時間がかかりますよね。外旋で回外して、でそれから打球するっていう時間があるんで、その場合は肩をこっちにこうずらしてやっていいんですよね。時間が合うんでね。で、私の場合はもっと早いんでね、内旋というか内巻きになるのが早いんで、もう下向きで行ったらいきなり内巻きでパッと戻るんで、ちょっとやった瞬間戻るんで、早いんでこれが合わない。例
ただ前腕を海外してそれから海内する人は時間がかかる、距離もいる。だからここ残しといてやってもこうやっても間に合うってことなんですよ。なので、久保田テニスには向かないので、そのこの突き出しは使わないように練習してください。今回は以上です。